AJ、いるか？聞いてくれよ、最後の猿を探してた時のことだ。また捕まったってわけか。まあそうだな、偶像を積んだトラックに忍び込んだらボンゴ2号が早まって爆弾をセットしやがったんだ。俺が乗ったままトラックは走ってる。今必死で探してるんだが箱がありすぎてどれだかわからないし、トラックが止まるとドッカーンってマイケル・ベイの映画だな。どっかで聞いた展開だな。さすが俺のキアヌじゃないか。お前飛べるよな。しっこいヘリがあるところ知ってんだ。ヘリのところに行け。ベーコンのような匂いがする。おっと待った、誰かが今ベーコンを焼いてるようだな。おいチョーツ、お前ベーコン焼いてんの？なんでここでベーコン焼いてんの？ずいぶんうまそうなベーコンだな。ああ食べる。よし変革は訪れつつあるようだから、放送タイムからベーコンタイムに。大事なのは発言じゃなくて行動だ。わしだ、わしを撃て。ハーク、ヘリを見つけた。そっちに向かう。兄弟、お前ほんと最高だよな。こっちはまだ見つからねえ。忘れんなよ、トラックが止まったらおしまいだからな。ハーク、見えたぞ。ハーク、正気か？おい、どうやったら羽で首切り落とされずにできるんだよ。象を手に入れたか？いや、まだだ。運転してろ。
兄弟、三つ目の猿を見つけたぜ。あの神様、猿の神様、俺たちを許してくれるよな。俺も？タトゥーブラザーは一心同体だ。どうしてタトゥーなんだ？インクで繋がってるだろ。俺にタトゥーなんてないぞ。血だよ、俺たちは血で繋がってんだよ。ほらここにジェイソンとジャック、でも背中はお前の名前、トリプル J、 ヤマサ3倍、イエーイ。俺のイニシャルは A だ。細かいこと言うなってな。おい、お前はタトゥーブラザーの中でも最高のタトゥーブラザーだ。もう行くぞ。これからは猿の同志たちと真っ当な人生を生きる。猿の僧侶として。じゃな。ありがとうよ。またな。